ぞをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザオ。ねこら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。これじゃまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。倒すだけだ。やるぜ麦わら。よっ、はっ、なっ、よっ、は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 っ、よっ、はっ、はっ、何やってんだ。倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。逃げろ。
さんにゾンビ笑い命取られる覚悟はできてんだろうな。お前こそ俺の邪魔するな。おいビッグマン、俺の力燃え知らせてやる。計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、もう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが俺に立てつくんじゃねえ。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。そうだろ。やっぱり強えな、カイドウ。俺の全力を受けてみろ。俺に復讐を誓え。メイクマン、ゲットガルバリン。ゲットガルバリン。足でまといだ。行くんだ。ガキど、誰をぶっ飛ばすだ。ほら、ガルバリン。ハッ、こっちの、ハッピーだ。こいつは痛いぞ。一番。俺に復讐を誓え。ほら。戦力に加えてやる。ふざけんな。俺は海賊王になる男だ。話にならねえ。最悪の世代だ。笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前、バカめ。こんな野郎と組んだくらい、俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるとは。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。
二人仲よ。死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。もう連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、金、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・ディ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊、赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に、海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは、世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールド・ロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前に、それぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り
新たな冒険を始めたルフィたちの前に、秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は、国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味は、ビビの祖国アラバスタへと舵を取る。ぼちぼち時間だ。ヒーロー？All right. They are reloading. エルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは王家国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払って、しかしクロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えて。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。やっぱり来たか。お前、あの時の煙。ローグタウンじゃ。とりあえず逃げる。タシギ、海兵どもを緊急招集。町を組ま。麦わらの一味が。了解で。今度こそ。待ってたまる。逃がすか。ホワイトブロー。かげろえ。やめとき。てめえ弟。エース。か。麦わら、諦めない。俺とルフィは止められねえよ。
所は後だ。ストライク、協力して片付けちまう。なんですぐに海軍に見つかってんのよ。ライト、ストライク、いずれ3。オートガス、余計な真似しやがって。余計な真似をするのこれからだ。ホワイト、この国で何を企んでやがる麦わらだ。くそ、すごいな煙。ホワイト、このストライク待ってた。ブレイストライク、ストライク、トーサン、シュー、奴らを足止めしておけ。
逃げるしかねえ。これじゃ話もできない。早いとこ海軍をまかねえ。お前らどこへ逃げる気だ。お前ら急げ。敵の増援が来ちまう。お前も麦わらの一味だ。待て！私はただの踊り子よ。聞いてないよ。ちょうどよかった。こいつらぶっ飛ばすの手伝ってくれ。本当にありがとうよ。相手になるぜ、雑魚野郎。助かったぜ。早くみんなと合流しねえと。なんだお前は。変な気絡みきやがって。この野郎、仲間をバカにするのか。変わらねえな。エースもな、相変わらず強え。Shoot! Shoot! Shoot!
道を譲ってくれ。譲る気なんて毛頭ありません。私一人ではスモーカーさんと合流しないと。今のうちにさっさと行こう。切れると思うな。ボケしたくねえ。
敵を撒くぞ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか。ああ、俺の兄。しかし兄弟揃って、とにかく強えんだエースは。あんたが一度も生身の兄。そうさ、負け負けだった。お前が誰に。こいつはどうも。皆さん、うちの弟が。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。あ、髪切るじゃん。そいつ思ってろ。出来の悪いよ。もう行くのか。ああ、もともとは知る会長の俺が次に会うとき。エース、またな。来いよ。じゃねえか。反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。大丈夫、やめた。は？おい、ルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。つまんねえ。何を。ビビ、俺は反乱してる奴ら。こいつは。お前は七部会が甘いんじゃねえのか。やめてよ、なぜ誰かが。じゃあなんでこの国を見。何よ。お前なんかの。じゃあ一体俺たちの命本当は教えろよ。